まちなびチャンネル。この番組は篠原クリニック、榊接骨院、メイキングトゥモローザ・パワーオブシチズン、まちなび編集部がお送りします。今回のまちなびチャンネルは篠原クリニック院長篠原大輔先生のナビゲートで、榊接骨院院長榊昭則さんをお迎えしてお送りします。榊昭則さんは秋田県出身で、1980年生まれの38歳、小学校から高校大学までサッカーにのめり込んでいた熱血サッカー青年でした。小学校時代から全国大会に出場、中学校でも秋田県大会で優勝し、東北でベスト3に入賞するほど。そしていよいよ高校サッカーでは、もちろんインターハイに3年連続出場、全国選手権にも2回挑んでいる文字通りエリートサッカー選手だった榊さん。その後東北福祉大学に進学、持ち前のスポーツマンシップを福祉の勉強に生かすことになります。大学を卒業した榊さんは秋田県の介護福祉事業所に就職、生活指導員としてお年寄りのサポートに従事しました。介護の仕事を3年ほど続けている榊さんに一つ目の転機が訪れます。痛みを抱えている人に何もしてあげられない自分に歯がゆさを感じるようになったと榊さんは語ります。サッカー選手から接骨院院長に転身した榊さんのストーリーは、人の痛みに寄り添う情熱的なストーリーでした。今日はクリニックの隣に、新しくオープンした榊接骨院の榊先生をお招きしてお話を伺いたいと思います。まず榊先生の、はい、なぜここにやってきたかというあたり、その前からかな、その前から、どういう経歴でこの職業になったかっていうあたりとか、そもそもなんでこの世界に入ったかとか、世界に入ったかっていう、あたりからちょっとお話ししてもらえると、そうですね。自分はずっと、小学校からずっとサッカーやってて、どっちかというと、エリートコースでずっと来てたんですけど、エリートで。で、小学校は全国大会出場してるし、中学校も県で優勝して、東北でも2番、3番かなって、高校インターハイ3回、選手権2回出てて、ずっと、プロを目指してサッカーやってきてて、高校の時に、プロに行くのか、はたまた進学するのかで、ちょっと悩んだ時期があって、その時に進学をちょっと選択することになり、そして、もともとこの業界、接骨業界とは違う、トレーナー業界とは違う学校に入学して、福祉大の方に入学して、で、福祉の勉強をずっと4年間してるときに、奥さんと最初は出会ったと。それで、秋田の方に、その特別養護老人ホームの方に就職することになって、働いてるときに、生活相談員だったので、お年寄りからは常に、佐々木さん、あそこ痛いんだよね。ここ痛いんだよねっていう痛い話しか聞かない、なるほどね。でも自分は、指をくわえて見てるわけじゃなくて、あ、そうなんですか、じゃあどこどこに行きましょう、どこどこの先生に見てもらいましょうしかアドバイスができないっていうふうな歯がゆさをずっと感じながら勤めていたっていうのがまず一つ、痛みを抱えているお年寄りのサポートに対して親身になればなるほど歯がゆい気持ちを抱えるようになった榊さん。そんな時、社会人リーグでサッカーを続けていた榊さんは怪我に見舞われてしまいます。榊さん自身も怪我の痛みを抱えながら自分の未来を悩んでいるところに、2つ目の転機が訪れることになります。で、あとはサッカーの夢も諦めきれず、
まあ、実業団というか、まあ、社会人リーグの方でずっとサッカーをしながら子どもたちの指導もずっと関わってきていて、まあ、中学校がメインで指導してたんだけど、まあ、怪我がまあもちろん多いというのと、うんうん、まあ、どうしても結構プロを目指してる子どもたち、サッカーがやっぱ人気になってきたっていうのもあって、うんうん、目指してる子どもたちが多い中で、まあ自分の知ってるそのサッカー感っていうか、うんうん、そういうのをこう教えながら、あと怪我のサポートもできたらいいかなとかいうふうなので、うん、ずっとこう悩んでた時期はあったんです、うん、ずっと悩んでた時期があって、そして自分が社会人リーグで怪我をした時に、うん、怪我をした時にたまたま自分の親友のお父さんが接骨院の先生で、うん、ずっと見てもらってたんだけど、うん、まあその先生にまあ見てもらって、まあ、早く復帰できたっていうことと、うん、まあ、その先生からお前こっちの仕事の方がいいんじゃねえかっていうふうなちょっと、あ、お誘いを受けた、お誘いを受けたこともあり、うんうん、そしたら今までのやってきたその福祉の関係の仕事も、うんうん、できるよという、うんうん、なんか悩み抱えてんじゃねえかっていうふうな話を受けて、うん、まあ、こういうふうに言いたいのを、痛い痛いって言ったよ、指くわえて見てるだけなんだよねっていうふうな話をしたら、うんうん、だったらもう自分で治せるようになったらいいじゃないかっていうふうなのから、うん、あ、そうなんだ、そういう道もあったなっていうことで、うん、そしてその接骨業っていうのをまあ志した、うんうん、で、まあ、こっちでプロになろうと別な道の別な道の、はい、そこでまあ学校入学っていうのを、うん、決断したっていう、うん、サッカープレイヤーだった榊さんが人の痛みを取ってあげたいという思いを胸に、怪我で苦しんでいる人を救う道に進むことになるのです。社会人だった榊さんは3年の間学生に転身、接骨院開業のために国家試験に挑戦し見事合格。歴史のある塩釜の仁接骨院で修行を積みました。10年の時を経て、榊さんの念願が叶う日がやってきました。じゃあその怪我がなければ、もしかしたら、そのまま福祉の業界に、福祉の業界にいて、いたかもしれない。何かこう、もやのかかった状態でずっと自分の方向性をこう考えてたかもしれないですね、うん、もしかしたら、うんうん。なるほどね。でもその考えというか、そういう気持ちになったら一気にパッと雲が吐けたようにこう道がスーッとできたのは、うん、もう今でも忘れられない感覚で、うんうん、どっちかというとそのサッカーでプロになるとかっていうよりも、うん、こっちの道を決めた時の方がスーッとこう道がこう通ったというような感覚は本当に今でも忘れない感覚ですね、うんうん、なるほど。で、まあ、そのまままた仙台の学校に入学して、うん、まあ、3年間勉強して、うん、なんとか国家資格取ってで、まあ、サッカーにもつきたい、サッカーの、コンディショニングだとかトレーニングだとか、うん、そういうふうなのもつきたいし、接骨業ってもともと接骨骨折とか脱臼とか外傷を見る仕事なんで、そういったしっかりとした技術も身につけたいっていうふうな気持ちで、まあ、ちょっと歴史のある、うん、塩釜の仁接骨院に入門して、でいろんなスポーツ選手とか、うん、見させてもらいながら怪我の処置だったりだとか、あとは現場でも人気の対応だったりだとか、うん、そういうふうなのを勉強させてもらって、まあ、そういうふうにこう活動してるときに先生とお会いして、そうですね、うん、宮城スタジアムで宮城スタジアムお会いして、うん、そこで、うん、いろいろこう話してるうちに、そのやっぱスポーツの同じ共通点だったりとか、うんうん、まあ、これからどういうふうにこう子どもたちをバックアップしていきたいとか、スポーツ選手をバックアップしていきたいとかっていうふうな、うん、まあ、話を聞いて、まあ、共感したっていうふうなのがまず、うん、一つここに来るきっかけ、うん、になりましたね。2018年夏、
登米市米山町に開業した榊接骨院、柔道整復師であり、ジャティ、日本トレーニング指導者協会認定トレーニング指導者の資格を持つ榊さんならではの治療方針で、スポーツをする子どもたちに寄り添うケアを目指す榊院長。サーキットでスポーツドクターをしている篠原院長と榊院長は、スポーツにまつわる体のケアで協力していこうというビジョンを語ります。もう子どもの、そのスポーツテストも宮城県はどうも全国の中では低いようなので、自分の中では意外だったんですけどね、結構発展してる町なので、宮城県なんていうのは、すごい身体能力高いんだろうなと思いきや、実はそんなに運動能力が高くないっていうのはすごいちょっと自分でもびっくりしたところではあったので、まあそのやっぱり指導をするっていうところでは東京であったりとかね、大都市にはまだちょっと及ばないところはあるのかなと思って、その能力があってもそれをどう使ったらいいかっていうね、そこを教えてあげるとやっぱりそういう成績って多分伸びると思うし、そうですね、まあそのスポーツテストでねいい点数を取るのが目的ではないけども、まあでもそういうところでね、体の使い方とかねできるようになることで、まあ将来的なそのいつまでもスポーツ続けたいとかね、そういうところにつながるといいのかなと。そうですね、なかなか病院にはね、足が遅いんだけどなんとかなりませんかっていう相談は皆さんいらっしゃらないんだけども、でも日本はねまだちょっと考え方が欧米諸国にね比べると遅れてるところがあって、怪我をしたから病院に行くんではなくて、怪我をする前にどうしたらいいかっていうことをアメリカだったりヨーロッパのあたりはね力を入れてトレーニングであったり体のメンテナンスをしてるし、でもなお怪我をしてしまった時にその怪我を治すだけじゃなくてね、次その怪我をしないようにするっていうところが一番重要なわけで、怪我が治ってそのまま同じように競技に復帰したらまた同じ怪我をしてしまうわけだから、そういうところをもうちょっと突き詰めてねやっていけると本当はいいんだけど、なかなかそれを今までね自分一人でやれるかというとそれも難しかったけども、いやこれからねそういうところも連携してやれるとすごく頼もしいなと思っているので、ぜひね高齢者にも来てもらいたいけど若い子供たちね、来てもらって、それこそうちにはね足が速くなりたいんだけどで来てもらっても全然構わない、足が速くなりたいとか、もっと遠くにね飛びたいとか、ボールをね速く投げたいでもいいし、一番はサッカー上手くなりたい、サッカーに、競技まあ問わずに、子供たちが来てくれるような環境というか、そうですね、になればいいかなと思いますね。で、本当はねクリニックを出て自分たちからそういうところにアプローチすればいいんだろうけど、なかなかそれも難しいところもあるし、急に行ってなんだこいつはって思われかねないのでね、でもそういうことを取り組んでやっていって、徐々にね地域に認められていくようになればいいのかなと、思いますね。なのでいろいろと連携しながら、東洋と西洋のミックスっていうのはすごく面白い、関わりだと思いますし、多分今までというかこの辺りでもやっぱりないですね、ないので、そういった連携、職種連携で、そうですね、できれば、ぜひ登米市からね
オリンピアの、ね、オリンピック選手を出して地域を盛り上げたいなと、うん、パレードもね、そうね、パレードね、パレードね、まあ、そういう夢もあるからね、はい、うん、まあ、本当に怪我してなくてもね、ぜひちょっと遊びに来てもらって、ぜひ、うん、相談してもらうと嬉しいかなと。そうですね、うん、修行時代に塩釜で行った介護予防教室は元気になったと喜ばれる結果になったそうです。前職の介護経験を生かした接骨院というスタイルはお年寄りの体のケアに新たな着眼点となることでしょう。新天地登米市で新しい試みに情熱を傾ける榊院長に、体の痛み、介護予防、そしてスポーツにまつわる悩みまで相談してみませんか。もともとね、介護の方の仕事もしてたので、はい、まあ、やっぱり地域的には高齢者の方すごく多いのでね、痛い、痒い、はい、だけじゃなく、その介護の方の相談ということでもね、すごく力になってくれるのかなと思っているし、以前いた腎接骨院ではそういう介護の方も担当して、はい、うん、仕事をしてたということなのでね、ぜひクリニックで治しきれないところをさらにね、はい、和らげてあげるような方向に持っていけるとね、すごくいいのかと思いますね。やっぱ地域の人たちは健康意識が高いので、うん、こうやって見てても、そうね、すごい高いですね、うんうん、ただやっぱり多いのは腰が痛い、膝が痛い、うん、で注射打ってくれって言って注射打つとみんな喜ぶんだけど、やっぱり注射はね、いつまでも続くわけじゃないから、やっぱり根本的なところでね、少し和らげてあげて、うん、できれば治してあげてっていう風に持っていきたいので、うん、まあそういうところはね、うちでやりきれない部分だから、はい、まあそうなってきた時に今度榊接骨院で出る出番かなという風に思っているので、はい、うん、そのあたりは多分これまでもね、たくさん経験があると思うんだけども、ね、うん、まあ、これからこの地域でね、さらに発展させてやってくれると、ね、うん、今までやってきたその、まあ、塩釜でもその介護予防教室を、まあ、柔道整復師の中では私が初めてやったんです。塩釜では、塩釜多賀城、うんうん、まあ、西三町と言われているところでは、うん、地域の方々はかなり喜んでくれたので、塩釜も高齢化率は結構高いところで、うん、でも健康意識は高いんだけれども教えてくれる人がいないっていうので、うんうん、ちょっとやらせてもらったんですけど、うん、みんなどん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 元気になっていたので、うん、治療プラスそういった、うんうん、プラスアルファでアクションを得れば、うんうん、地域の方々もさらに走って歩くぐらいに多くなる、うん、そうね、うん、まあ、子どもがね、体の使い方を上手にできないのもそうだけども、やっぱり年を取ってからどこを鍛えたらいいのかとか、どうやったら体に負担がないのかっていうね、やっぱりみんな一生懸命やりたいんだけど、ちょっとやりすぎじゃないっていう人もいるし、はい、うん、こうやったらいいよっていうアドバイスをねしてもらえると、さらに元気なお年寄りが増えるんじゃないか。こんにちは、榊です。スポーツの怪我で悩まれている子どもたち、そして怪我だけじゃなくてパフォーマンス、どういうふうにしたら足が速くなるとか、どんな些細なことでもいいのでご相談いただければ、栄養指導まで全てスポーツに関わることはアドバイスいたしますので、ぜひお越しください。こんにちは、篠原です。今回クリニックの隣に新しく接骨院がオープンしました。
今まで私の活動としては主にモータースポーツの方の活動が多かったんですが、これからはもう少し地域の中で子どもたちや、まあ、中学生高校生運動を一生懸命ね頑張りたいっていうような人たちを対象にしたところでも、まあ、スポーツドクターとして、まあ、地域のねかかりつけとしてもう少し幅を持った対応ができるようになったかなというふうに思ってます。登米市米山町篠原クリニックをスマートフォンやタブレット、PC から360度パノラマで体感することができます。スマートフォンでは手軽に360度パノラマ、 PC の大画面なら大迫力の360度パノラマの世界を体感できます。アクセスは検索しやすい日本語アドレス https://篠原クリニック.jp 篠原クリニック公式パノラマサイトでアクセスマップも公開していますので、ぜひ検索してみてください。まちナビチャンネル、この番組は篠原クリニック、榊接骨院、メイキングトゥモロー、ザ・パワーオブシチズン、まちナビ編集部がお送りしました。May change, but in a cycle that I can lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Just like another season. Maybe this time next year.Just like your mind, like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Whoa. You came into my life just likeAnother season, not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reap me for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season.All we will keep on changing